てか不死鳥どこ行ったん？部屋の雰囲気を変えてほしいんだ、リーク。落ちるんでしたもん。全体としてはどのような見た目にいたしましょう。ああ、これでいいよ、これは。別の機会にしよう。へえ。てかさ、市長どこ行ったよ。花ってのはいいけど、どこ行きましたかね。こっちに行った。まさか。ちゃ。行ってないわ。え？不死鳥消えた。不死鳥消えたんだが。不死鳥どっか行ったんだがって。この中入った？いや、わからん、マジで。あ、市長、いたよ市長、どこ？レベリオン。あれか。ねえ。ほら、お食べ。かわいらしい。不死鳥のオスってことは、メスとかもどっかにおるんやろな。きっと。気持ちいいってなってそう。これ、体小刻み震えてるもんな。自ら震わしに行ってる可能性。おお、不死鳥の羽3個。すっげえ。マジか。あ、こっちに来たか。ちょっと不死鳥繁殖させてえなっていう思いが強い。けど、ちょっとね、メスいないとできないから。ちょっときつそうやなって思ったりする。そや、俺ものどんな感じ今。あ、そうだ。未確認のやつあったっけ？識別するものがあれば役に立つのに。なかったんかい。お、ジョバーノールの羽で攻撃力上げられる。おぉ。もうここら辺はね、全然やってないんで。ね。最終装備が決まれば、やってもいいかなと思うけど。その都度、プレイをするんだけど、なんかちょっと違うかなって思ってさ。やってないんだけど。やるべきか、やらないべきか。悩みどころではある。で、なんかさっき言ってたよな。これか。希望の闇の中。スバスチャンをソロモンに知られることなく、あんと話し合う方法を思いついたような。村落の外で会ってほしいと言っている。行こうか。いや、一旦ちょっとね、周りの試練とかやりに行こう。あれ？ここやってないやん。ちょっとびっくりしたわ、逆に。まだ行ってないところ、行ってないチェックポイントあって、めっちゃびっくりしたわ。今からほんのちょっとでもないんだが。これなんだ。集中地点な。私も許されたんです。あっぶね。めっちゃいるんやけど。いや、めっちゃでもないか。ここも何もなくないと、アッパーホグズフィールドの連中はいつも
ぞ。よし。レベリオン。前ここやったよな。昔は立派だったのかな。なんだ？なんでこんなにある？フェルドクロフトはキャスターです。言わせねえよ、ほんまに。レベリオン。よいしょっと。レベリオン。レベリオン。どこ？まさか。ああ。ローアーホグズフィールドでの経験？魔法薬でカバンをいっぱいにしたよ。棚を空にしてやった。ん？ああ、一瞬焦った。敵みたいに同時に来るだけなのか。お？おー、焦る。よいしょっと。オッケー。レベリオン。いや、ちょっと焦るからね、あれ。やってこうかなと。思ったんだ。他ある？いないですね。オッケー。アッシュワインダーの卵ね。レベリオン。上から降りてきてたよね、まあ、うん？どっから降りてきてた俺今。わからんねえけど。ああ、なるほど。あ。おお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 レベリオン。うん。レベリオン。なんかすっげえいっぱいアイテムあんねんけど、なにこれ。お。ルネッサンス。振るって話は。あ、これ、あれか。レパーロ。おー、ここだ。レベリオン。あー、ここだ。ここだ、ここだ。面白そうだね。おお。面白そうだな。なにこれ。あー、これね。オークルのマント。なんもないんかーい。で、あとこっちは？うん。何もないっていうね。オッケー。自動岩やね、自動岩。はははは。完全に。苦しむのが好きか。怖い。何？レベリオン。何も苦しむの好きじゃないけど。まあ、ストイック、他人にされるのは嫌やけど、自分で自分を追い込むのはまあ、いいかなと思ってる。あーい！キノコ茶があれば飲みたいんだがな。ちょっと、早く行け。ち
っと待ったかいもうなあやめろよそういう系よ。なんだああまたこっち来てまたこっち来てるかよ。こっち来すぎやね。よし。エカドピカストタルス。何やろ。んで？何入れてたっけな。覚えてねえや。これか。おーっと。うわーい！レベルよ。もう。いすぎやねん、ほんま。ベネディカストパレス。やろうが。レベルよ。よいしょっと。ハマってやんの。カブトなんて触ってもない。だが、真っ先に俺を疑ってくれてよかったよ。レベリオ、お前の本性がよくわかった。こっち来てんな。一匹だけのとこ行こう。こんなことで一生やってるわけにもいかない。いつかリーダーになることをやりたいね。やばっ！いやいやってなるわ、ほんま。そこ！レベルよ。魔法使いどもを支配する。ランロク様の計画は実現する。魔法使いを、なんてって、やられてるくせに。っていう話よね。魔法使いどもに残された道は復讐だけだ。オッケー。ねえ。誰かの気配がさ。しないよ。誰もいませんよ、そこにはっていうね、お話。よいしょ。こうなったのはランロクのせいだよ。ランロクのせいだよ。何なのそのネガティブ。いつも思うんだよな。いつも俺はそれを。この主人公も大概やなって思う。けど楽しいからやっちゃう。やばい、やばい、やばいやつ認定されちゃうよ。サイコパス、サイコパス認定されちゃうよ。もうずっとそれは思っていることではある。うん。主人公も大概よなって。まあでもやられかけてねえから、まあそれは、そうなっても問題はないか。被害者ぶるなっていう話じゃない。つまりな。うん。まあ、それを楽しんでやってる俺も俺やけど。うん、よし。で、これ、この上からやろ。きっと。よいしょっと。よいしょ。おい、怖い。よいしょっと。オッケー。あれ、ちょっと待って。インセンティブ。ちゃう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 、インセンティブちゃう。間違えた。ボンバーダーでちょっと弾き飛ばしたかった。オッケー。終わり。よし、これで完了。これで完了っと。うまくいった。
え、嘘、無理だろ登れんから思うやん。無理でしたっていうオチ。フィグとあの生徒、必ず捕まえてやる。カストパルス。必ず言ったで。いやー。なんだろうなぁ。嘘レベリオン。オッケー。必ず捕まえてやる、言ってたけど、はい、見つけきれず後ろから狙われてますっていうね。どんまい。レベリオン。よし。アイテム取っていこう。ああ、アビゲンベルド。取れる。あ、見えてしもうた。うん。レベリオ。アクション。ウィザーディアムレビオさん。ちょい。んで、これは、グレイシアスかな？こういう感じだ。プロテゴ！ちゃ。プロテゴではございませんっていう。グレイシアス。おー、しないっす。どこら辺かな？レベリオン。うわ、なにこっち、やっぱ、なんか変なもん見えてもうた。あ、じゃあ、デパルトではない。他のやつをやると取れちゃうってことね。出てきちゃうってことね。レベリオン。そういうことやね。未確認の服装かの前に一度見えたからこっちだけやっとこう。あらー、下手くそかーい。どこや？あ、あれや。あーよし。お、未回収。お、ナイス。夜間やっていこう。夜間にしていこう。よし、星見台。やっていこう。
こうだな。よし、楽だった。トカゲだね。じゃあ日中にしていきましょう。よし。これはなんだ？コンフリンゴ。あ、コンフリンゴでやっていくやつね。コンフリンゴ。よいしょっと。レベリオ。あとはあれだけやな。コンプリンゴ。ちゃ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 。ん？ボンバー。オッケー。終わった終わった。ん？あ、ムーンストーンとった。分かってなさすぎ。よし、じゃあ次よ次。お、なんだ？レベリオ。何かあるな。どっかにあれやろ。あっちの上だ。アクション。ウィンガーディアムレビオーサ。よし。ああ。アクション。ウィンガーディアムレビオーサ。これはなんだ？なんかレビオーソっぽい感じがする。レビオーソ。そうだわ、完全。わかりにくいね。暗いから。レベリオ。どれ？ああ、これをなんとかしろと。本番。は？あ、これあれか？ほう。右、上、左、下じゃね、これ。アクション、インガーディアムレビオーサ。上になってもうたけど。グリフェンド。下手くそか、無理なんかい。アクション、インガーディアムレビオーサ。これで。ほら、いけた。ようやくいけた。こういうことかなと思った。ふとな。ふとな。なかなか乗らんからさ。残りはどこかな、これ。終わったか。蝶か。あった！あ！全然違うとこ行ってたんや、俺。やべってなった。ちゃ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 。よし。
んで、終わってよかった。トロールの数年。どこにあんのかは知らんが、行ってみよう。レベリオ。キンキン言っとんな。どこだろうな。インセンディオ。おお。あ、そういうことね。インセンディオすればすぐに行けるようになると。レベリオ。今何買ったやろ。ああ、これだ。壊れた双眼鏡。マグルが追跡中に追っていた双眼鏡。マグルが変な熊だと思って追いかけていたのは、デミガイズだった可能性が高い。何かが突然消えてより見えるということが、彼らには全く理解できなかったようだ。レベリオ。お、青のターバン。ターバンはちょっと、ってなるよな。ただ見た目を変えるから、やっとくか。うん。なんか笑ってしまう。逆に笑ってしまうやつ。ほんま。外見変更するわ。よし、これやるか。やっぱ。んで。OK。どこまで行かせる気？下か。セバスチャン、闇の犠牲を必要とする地下墓地の遺物なんてどういうつもりなの？気持ちはわかる。でもアンのためだ。やる価値はある。オミニスは知ってるの？呪文の本を見つけた時に書斎探しを手伝った。わかった。オミニスも行くなら私も行く。ソロモン王子さんはフェルドクロフトを出たがってるから、あまり時間がない。え？なるほど、わかった。おじさんを止めないと。アン、時間を稼いでくれ。頼む。やってみるわ。じゃあまた後で。おお、おじさんがアンを連れ出せるはずない。どこへ行くんだ？妹とはいつ会える？セバスチャン、君のゴブリンの友人のことは忘れてない。でも、前の話を今を保留にしてくれてること、感謝してるぜ。まあね。おじさんがフェルドクロフトを離れたいと思ってるなんて。アンが止める。時間が欲しい。時間？なんだよ。遺物のこと、さらに分かった。図書館にあった本とスリザリンの呪文の本を相互参照したんだ。それで気づいた。あの遺物は多分地下墓地の中でしか効果を発揮しない。予想以上に複雑だ。アンを地下墓地に連れてって何かを犠牲にしなきゃいけないってこと？危険そう。リスクを負う価値がある。最大の難関はオミニスの説得だな。彼が乗らなきゃアンもダメだ。それと、絶対におじさんにバレないようにしないと。校長に言いつけられたら退学になるかも。今回は、オミニスのことは僕に任せろ。おじさんはもう闇払いじゃない。彼が何も知らなければ、きっと僕らも平気だ。魔法省に知らせる可能性は。このことがおじさんに知られたら、まさか魔法省の人に言ったりするかな。バレても魔法省には突き出さないだろう。知ってる限りじゃ、円満退職じゃないからな。何も言わないけど、前から闇の魔術に強く反発してたのが関係してるんだろう。
アンは以前の彼の行動をこう考えてる。闇の魔法使いとの戦いで許されざる呪文を使ったんじゃないかって。職務のせいでこんな人間になったって急に辞めたらしい。少なくともアンはそう聞いたと思ってるんだ。だから家族の誰かが闇の魔術を使っても魔法省に通報するようなことはないだろう。分かった。今後祈ってるよ。それじゃまた地下墓地に集まるときは知らせる。フクロウを待っててくれ。ほう、また後で。フクロウ待ってて。終わったんか。なるほど。早っ。これだけだったんか。ならもう一個何か他のクエストしようか。ホグズミートにもあったやな。これ。珍しいユニコーン。